マウンドを守ってきましたこの長川、今シーズン11年目。大事な場面でこの長川が投入されます。本当に今シーズンこの長川が自分自身の手でもぎ取ったこのマウンドですからね。そうですね、本当悔しい思いしたでしょうけどね、はい、本当自分で勝ち取ったこのポジションですからね、本当に自信を持っていいというかね、去年までの悔しさを晴らしているという感じしますよね。2番の岩崎からという8回の裏、上位打線からのスタートになっていますドラゴンズ。したがってこの長川にかかる重責というか責任は非常に重いものがあります。そうですね、8回と9回、逆に言うと8回の方がね、はい、いいバッターがここから並んでるわけですからね、はい、ある意味大事な回ですよね。特にこの岩崎が出ますと足を警戒しながらというところになります。これは打たせた、まず一つアウト。嫌なバッターちゃんと打ち取りましたね、はい、さあワンアウトでランナーなし。ここからクリーンナップ、3番森野です。バリントンに対しては非常に感じが良かったんでね、またこのバッターも大事な場面ですけども、しっかり抑えてほしいバッターですね。はい、一つ間違うと一発長打を浴びてしまう、そんな力を持っています。積極的に来ました。広島カープにとっては初めてのクライマックスシリーズ進出、そして16年ぶりの A クラスをかけた大事なゲーム。重たい雰囲気が漂い始めたこの8回にゲームが動きました。先発はバリント、そして野村監督はこの2点のリードを奪った瞬間、この長川にマウンドを変えています。誘ってきますがスイングは取りません。一球一球もう目を離すことができない展開になってきました。ボールが一つ先行、ボールが先行しました。今のちょっと抜けましたけれど、スライダーが抜けましたね、はい、岩崎の時はやはり勇気を持ってインコース投げ切りましたけど、ね、やっぱ森野っていうバッターが立つと若干、ね、怖さを感じるかもしれませんね、インコースはね。でも石原はインサイドに構える、今のもスライダーなんですか。そうですね、構えたミットとは若干違うところに来ました。しかしこれでストライクカウントを一つ増やしています。さあフルカウント、勝負の6球目、ちょっと外れたが歩かせました。ワンアウトでランナーが一塁、ちょっと外れましたか。そうですね、構えたところに行かなかったというかね、はい、周辺に逆球になってしまったんでね、ちょっとボールという判定でしたけどね、はい、さあ和田です。非常に怖いバッターではありますが、しかし今シーズン併殺の数は25、リーグワーストではあります。そして今日はヒットは放ってますが、ここ最近の状態は決していい技ではありません。ちょっと力が入った、
まあ、今日このままいけばクライマックスシリーズ進出が決まるわけですから、出てくるピッチャーも当然のことながら力は入ってくるとは思いますが、そうです、おそらくでもシリーズのこと考えてないと思うんですよね。そうですか、この勝ちをいかに守りきるかとかね、そういうその場その場の一球一球を気にしていると思いますけどね。はい、高橋さん、ちょっと心配なんですがボールが先行してます。いや、もちろん心配ですけどね、はい、あのフォアボールは、ね、連発するようだとちょっと心配になりますけどね、はい、やはりもうこういう百戦錬磨ですよね。もうセーブを160以上上げているピッチャーですから、もう信じてあの投げさせてあげてほしいですけどね。これも外れました。スリーボールです。やっぱ森の和田という名前でね、やっぱりバッターを見ながら投げてしまっている感があるんでね、はい、やはりこうやってちょっとプレッシャーがかかっている場面ですよね、だからこの8回というのは大事だということですね。和田がここは慎重に見逃しました。ですから岩崎の時には優位に立てていた気持ちが、この3番4番では長川自身の気持ちがちょっと変わっているということなんですね。そうですね、どうしてもバッターって見てしまいますからね、はい、やはりその雰囲気とかあのネームバリューですよね、そういうのありますからね、そういうのを負けない気持ちが大事ですよね、はい、長川にとっては不利なカウント。どうだ、一つアウト、そしてゲッツー。ここはよく長川が踏ん張りました。苦しんだ感のあった長川ですが、怖い和田を見事ダブルプレーに打ち取りました。高橋さん、いや、これでまたクライマックスシリーズ進出へ一歩近づいた感のある今の長川のピッチングでした。そうですね、あの3ボールになっても諦めないでね、あのしっかり腕を振って投げた結果ですよね、はい、やはりあのフォアボール出してもあの点をやらないようにね、そういう次のことしっかりできたということをね、あのやっぱり長川素晴らしいピッチングしてくれましたね。そうですね、さああとは9回の攻防、表と裏の攻撃を残すのみ。広島カープにとって初めてのクライマックスシリーズ進出の瞬間が近づこうとしています。マウンド上は小熊亮介、途中出場の赤松がバッターボックスに入ってきました。打席に入っている赤松ですが、クライマックスシリーズに行きますと、高橋さん、この人の足のスペシャリストとしての役割というのも非常に、これは意外と伸びていきますが、もう一伸びない。そのあたりも結構クローズアップされてくると思うんですけどね。いや、もちろんですね、守備範囲もそうですし、はい、肩もいいんですよね、守ることも走ることも素晴らしい選手ですからね、はい、あの本当にこういう短期決戦で必要な選手の一人ですよね。そうですよね、今ちょっと伸びがなかったですけど、パンチ力も実はあるんですよね、はい、マウンド上は小熊、そしてショートストップは森越。2対0、広島カープが2点のリード。8番の石原です。この大事な日に先発を任されたのはバリント。その後長川がきっちりつないできました。8回にゲームが動いて、これがエルドレッドのツーランホームラン。このまま広島カープが押し切ることができるかどうか。15年という非常に長い間苦しんだ広島カープ、 B クラスに低迷してきました。しかしそこからの脱出の瞬間が間もなく来ようとしています。現在9回の表、
まあ、当然のことながら高橋さん、この後はやはりニコライオが行くんでしょうね。そうですね、はい、もう今年はねニコライオが後ろにいるってことで やり通すと思いますから、そういうシチュエーションですよね。はい、ちょっと抜けました。しかし今年は本当にもう9月に入ってからは日替わりヒーロー、だから全員でつないでいったような勝利が非常に目立ったんですが、今日もまず若い選手鈴木誠也を1番に起用して、途中から丸が入って、何かチーム一丸というか、おっとこれはいい当たりですが切れてきます、ファールです。まあ、チーム一丸、ファンも含めてですけれども、何かこうみんなで戦ってきたシーズンであったなという感じはしますよね。そうですね、石原もサヨナラホームランとかね、はい、トマス、本当にいろんな人がヒーローになっているような感じですよね。でもヒーローになった人が翌日にはスタメンじゃないってケースも非常に多くてそうですね、はい、それでもやっぱりまたヒーローが出てくるという形でしたからね。野村監督が就任して4年目、ピッチャーの右左によって、まあ、ツープラトンというかオーダーがよく変わるというようなケースはありました。ベタリ出なかったけど、野手は本当に難しいと思うんですけどね、はい、でも全うしている選手多いですよね。中途半端なスイング、ツーアウトになりました。まあ、逆に言うとそのことによってかなり競争心がかきたてられて、層が内外野ともに熱くなったという一面はありました。そうですね、いろんな選手が成長しましたよね、はい、また2軍で本当鍛え上げられた選手が1軍に上がって頑張っているのも実際の話ですからね、はい、2軍でも本当に本当にスタッフがね我慢して成長させたっていうのを感じますよね、はい、さあここでピンチヒッター岩本です。最近代打で登場してのヒットの確率が若干落ちています。いい形でポストシーズンを迎えたい。低めを打つその技術、そして長打を飛ばすというその素晴らしい長打力、この岩本にはなんとかこういい形でクライマックスシリーズを迎えてもらいたいんですけどもね。そうですね、浮き沈み、調子の良さの浮き沈みがなんか比較的見やすい選手なんでね、はい、そういうのは、まあ、頂点の時にクライマックスなんて言ったらね本当にヒーローになるかもしれませんしね、まあ、その好不調を小さくするのが一番大事なんでしょうけどね、はい、乗ったら止まらないというこの岩本です。2点のリードは広島か。エルドレッドのホームランで均衡を破れました。あとは9回の表、そして裏の攻撃が終わるとその瞬間に喜びの一瞬が待ってるわけです。これはもう一つ飛距離がありませんでした。3アウトになりました。9回の表が終わりました。2対0広島カープがリードです。クライマックスシリーズ進出へ王手をかけて今日の日を迎えました広島カープ。 A クラスをかけた熾烈な争い、まもなく決勝としています。2対0広島カープのリードは2点。4番が働きました。そして今日は先発バリントンも持ち味はよく出しました。残すイニングは9回、マウンド上はミコライオが上がってきました。54試合目の登板のこのミコライオ、ピシャリと抑えてクライマックスシリーズ進出締めくくることができるかどうか。高橋さん、いい形でこのミコライオもマウンドを終えてほしいですね。そうですね、今日は本当に助っ人といえるね選手でこう勝った試合になるかもしれませんけど ね、 そ、 うですね、そのためにも本当ミコライオはねきっちり抑えてほしいですね。はい、ただ一発長打は警戒しなければいけないバッターからの登場です。平田です。さあ9
9回の裏ドラゴンズの攻撃が始まります。まずはミコライエ、初球はちょっと浮きました。セリーグの A クラスをかけた争い、それが間もなく決しようとしていますが、ちゃんとアウトを取りました。まず一つアウト、ワンアウト。途中から守備に入っている木村翔吾、この木村翔吾も本当にベテランの味をよく出しました。準備してましたね今もね、はい、あのポジショニングも良かったと思いますけども、やっぱりあの人工芝と土の間とかの打球もあったんでね、はい、難しいとこ思いますけども、しっかりね準備してました。はい、ワンアウト。長い低迷の時期を脱しようとしているこの広島カープ、その歓喜の一瞬が一歩一歩近づいてきます。16年ぶりの A クラス、その16年ぶりの A クラスが決まった瞬間、それが夢にまで見たクライマックスシリーズ進出の階段を上る扉が開く、その一瞬でもあります。さあ追い込んでいますミコライエ、でも対照的なチームですからね、ずっと、まあ、クライマックス出てたチームですからね、相手は中日は、はい、そうですね、こう逆転する日になるかもしれませんからね今日はね、はい、そういった意味でも広島カープにとっては大きく歴史が動いてくる、そんな一日になるかもしれません。今年は違いましたもんね、名古屋ドームでの、あの試合展開が、はい、去年と全く違いますよね。名古屋でいつも負け越して帰ってきたっていうイメージですけど、はい、今年はそういう苦手意識全くなしでやってますよね。ミスが先に出るのはドラゴンズ側というゲームが何試合もありましたね。そうでしたね。打ち上げた、これは切れます。これまでのドラゴンズとの一戦はどちらかというと広島カープの方が粘りきれずにというゲームが多かったんです。ただ今年は違いました。追い込んでいますミコライエ、打ち上げた、丸が取って2アウト。さあ来ました、名古屋ドーム、カープファンも盛り上がっています。ミコライエ、あとアウトカウント1つ。バリントンも持ち味を出しました。そして就任して4年目、野村監督、そして応援してきたファン、みんなで作り上げてきたこのクライマックスシリーズ進出への瞬間、初球を叩く、ツーアウトでランナーが一塁。得点差は2点。ツーアウトでランナーが一塁。ドラゴンズも意地があります。簡単に負けるわけにはいきません。アウトカウント2つ、ランナーが1塁という場面でピンチヒッター山崎武史を送ってきました高木監督。27年目、44歳、151キロ出ています。今日のミドライロスピードは申し分ないですよね。そうですね、いつも通りのまっすぐのスピードだと思いますけどね、はい、あとはアウトカウント一つ、打ち上げた、誰が取る、待ってる、ボール落ちてくる、ゲーム終了、勝ちました。クライマックスシリーズ初めての進出、重かったクライマックスシリーズへの扉が今ようやく開きました。カープ
球団にとって、そしてカープにとって悲願ともいえるクライマックスシリーズ進出がこの瞬間に決まりました。2013年9月の25日名古屋ドーム、この日広島カープの歴史が動いた日になりました。そしてカープにとって A クラスは実に97年以来16年ぶりとなりました。エルドレッドが活躍しました。そして最後締めたミコライオ、そして野村監督この表情、チーム一丸となって勝ち取ったこのクライマックスシリーズ進出への瞬間。この放送解説は高橋健さんでお伝えしてまいりましたが、高橋さん、はい、どうでしょう今の気持ちは。いや、あの壁でしたからね、はい、やっと壁を本当に打ち破ったというかね、そういう日になりましたね。そうですよね。しかもやはり中日相手っていうのはね、なんか因縁的というかね、ずっとクライマックスを出続けた中日でしたからね、はい、そして名古屋ドームっていうのは特別な感じしますよね。よく頑張ったヒーローたちに笑顔がこぼれています。広島カープベンチ、本当に今日の日は重苦しい展開にはなりました。しかし8回に4番のエルドレッドが見事この均衡を破る、重苦しい雰囲気を打ち払う見事なホームラン、そして最後は頑張ってきたベテランの中川、そしてストッパーのミコライオが締めて2対0、見事今日はクライマックスシリーズ進出を決めました。放送席、そしてカープファンの皆さん、16年ぶりの A クラス、そしてクライマックス出場決定です。カープエルドレッド選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。ご自身のバットでホームランで決めましたね。It was big and obviously it was a big pitcher's game. Both sides did a great job, exception for that one big hit. Luckily it was our side. 非常に大きなホームランになったと思います。両チームのピッチャーがね、あそこまで頑張って、粘ってたんですけども、最後に甘い球をしっかりと叩けたことが勝因になったと思います。これまでずっと苦手にしてきた中日から、そして浅尾投手から打ちました。Especially with Boynton pitching a great game like that, Yogi did a great job just to get on base right there to give the opportunity to get that big hit. まあとにかく自分に任されたことをしっかりやろうと心がけて、いつもバッターボックスに入ってるんですけども、今日は本当にバリントンがいいピッチングをしてましたし、自分の打席の前で Yogi がしっかりとね、フォアボールを選んで自分につないでくれたんで、こういう結果になったと思います。そして何よりも嬉しいのが初めてのクライマックスシリーズです。Yeah, I mean, we obviously know I haven't been here as long as some of these guys have been here, but you know, even for me, it's still a great feeling. そうですね。本当に、自分も来日して、チームメイトよりはこのチームで長くはプレーはしてないんですけども、やっと自分もね、こういうことに貢献できて非常に嬉しいです。クライマックスに向けて一言お願いします。obviously we got there this year. Hopefully we'll continue to win in the playoffs and see what happens. まあとにかくプレーオフ進出が決まったんで、これからも試合は続きます。そしてプレーオフに行って、必ず勝ちがつくような試合をするんで、それからは本当に皆さんの声援で、支えてください。おめでとうございました。見事なホームランでした。エルドレッド選手でした。放送席以上です。もちろんこのエルドレッド選手は今日ヒーローです。でもファンも含めてみんながヒーロー、今日は一丸となって戦ったというファンも含めて本当に最高のゲームをしてくれました。悲願のクライマックスシリーズ進出を決めたというゲームになりました。高橋さん、いや本当に笑顔ですねみんなね。そうですね、16年ぶりですもんね。はい、1997年私見ましたけども、はい、やはり長かったですね。そうですね、なかなか壁がありましたからね、厚い壁が、はい、そこをなんとか乗り切ったというかね、あとはちょっと
5割をね、目指してほしいかなって気がしますけどね。そうですね。だから負けられない戦いはまだあるなっていうのをね、感じますけどもね。その緊張感がクライマックスシリーズに進んでもいい形で生まれそうな感じはしますよね。そうですね。本当144試合じゃなくて、その後もね、CS 続きますけど、ずっと緊張感切らさずにね、1年間とにかく戦ってほしいですね、はい。そうですよね。さあ、それではハイライトをご覧いただきましょう。今日はバリントンとそして岡田の両先発でスタートしました。今日は1番に起用された鈴木、1回にチャンスを作ったのはこの鈴木のフォアボールから、ツーアウト2塁3塁のチャンスで迎えるバッターは広瀬だったんですが、三振に倒れました。その直後1回の裏、バリントン、ツーアウト1、2塁のピンチを迎えましたが、平田ライトフライに打ち取ります。ちょっとヒヤッとした打球と守備でした。ただ内野陣は今日も集中力があります。まずはこの鈴木のファインプレー、高橋さん、本当に攻守にわたってこの人の貢献度高いですね。もちろんですね。ショートにいてくれて助かりますよね。はい。それから3回の裏、今度はワンアウトランナー1塁で菊池のナイスプレー。そして今度は7回、ツーアウトフルベースとバリントンはピンチを迎えるんですが、いやー、ここもよく踏ん張りました。そうそう、ワンアウト満塁もありましたからね、抑えましたね。はい、0対0で迎えた8回、この嫌なムード、このエルドレッドのバットが振り払いました。いや、豪快なホームランでした。これで2対0、広島カープがリード2点を奪います。そして最後はやはりこの守護神ミコライオ、ベテランの山崎を打ち取って、この瞬間クライマックスシリーズ進出が決まりました。本当にみんながよく頑張ったという、まあ、この試合だけではなくこのシーズンの戦いぶり、高橋さん、改めて振り返っていただきますけれども、どうだったでしょうか。やはり投手陣はなかなかレベル高いところにいましたよね、はい。あと打線がどれだけ打ってくれるかということだったんです。今日はキラーはね、1打席しか立ってませんけども、やっぱりキラーっていう存在が来てからちょっと打線に何か起きたような気がするんですよね、やっぱり助っ人に頼らざるを得ないかもしれませんけども、いい外国人が来てくれたなっていうのもね、その今日はそして他のエルドレッドやね、はい、バリントン、そしてミコライオってね、外国人選手も頑張ってくれましたけどもね。そうですね。まずその投手陣の話なんですけども、やっぱり4本柱、この4本柱の安定感というのがここまでよく引っ張ってきてくれたなという感じはありますよね。そうですね。前剣4分に抱っこじゃね、困る状況でね、他の3人が本当に4本柱としてね、よく働いてくれましたよね。そうですよね。そして今日はクライマックスシリーズ進出が決定したということもありますので、この RCC でも特別番組を用意しております。そちらの方もお楽しみください。まあ、そして打線なんですけれども、打線も確かにキラの方が加入することによりまして、軸ができたっていうのはありましたよね。そうですね。あれで線になったんじゃないかなって気がしてならないんですけどね、はい。その点でキラっていうこと、キラが来てくれてすごい大きな影響力を及ぼしたと思うんですけどもね、はい。最近はでもエルドレッドも素晴らしい成績で収めてくれますからね。そうなんですよね。ですから、まあ、試合中もこの放送で申し上げましたけれども、どこからでも起点になる、そしてどこからでも打順がつながっていくというような、そんな印象はこの9月に入って特にそんな戦いぶりを感じることができました。そうですね。8月からですよかね、月間の勝ち越しとかね、決め始めて、はい、驚異的な勝ち星を挙げていましたけどもね、本当に後半にこういう戦いができるっていうのはね、今後の戦いにも本当楽しみですよね。そうですね。そしてクライマックスシリーズなんですが、まあ、今日決まったばっかりであんまり先を急いではいけませんけれども、はい、どんな戦いを期待されているでしょうか。やっぱり前剣を筆頭に投手陣のね、やっぱり今日も0点でつないでいきましたけどね、ゼロ更新を見てみたいですね。そうですね。そして大事なところで打てる、そういうバッターが何人かいてくれれば、やはりこれは本当に日本シリーズにまでね、たどり着くんじゃないかなって気もしてならないですけどね。はい。ま、初戦の相手が阪神タイガースだと思いますけれども、その阪神タイガースがとの戦い、その前剣、野村、あるいは今日投げたバリントン、果
勝てるんじゃないかなっていうふうに思ってるファンもかなりいらっしゃると思います。阪神おそらくカープ嫌がっていると思います、はい、あのこの間はねちょっと大量失点もありましたけどもね、あのやはり前剣から30人ですかね、はい、2点しか取られてるんですね、間違いなく前剣が頭いくと思うんですよね。そういう点でカープが来るのを阪神嫌がってたと思いますし、はい、そういう点ではそういうあのピッチングをしてくれる前剣がいるってのが大きいですよね。そうですね。そしてクライマックスシリーズ進出を決めたカープの選手たちに一言、高橋さんお願いします。いやもう本当にねこの勢いがありますからね、今ねそれをあの続けていって今年1年間ねいい年にしてほしいんでね、勝ち続けていってほしいですね。そうですね。これからそのクライマックスシリーズに向けてまだシーズンは続きます。集中したゲームを期待したいと思います。しかし何はともあれ今日はクライマックスシリーズ進出を決めた日、記念すべき、あるいは広島カープの歴史に新たな1ページが加わった日です。改めてカープにおめでとうと言いたいと思います。それではこのあたりで失礼します。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。